もう一つ話をお聞かせください。景観のね、鉄道あるいはバス電車のただ乗りっていうのはもう頻繁に、あって、最近はどうなのかなとこう思うんだけども、最近はね、自動改札になってから少なくなってるね。ああそうですか、うん、はい。やっぱりなんていうかな、多少周りの方も厳しくなってる面があって、ちゃんと通勤はちゃんと定期なり切符なり買ってるみたいですよね、うん、で最近はともかくとして、どんなことがあってどういう人間どうかっていうのはこうよくわかるじゃないですか。それに対してあなたがチェックしたら、今度助役が進んできて、また助役が身の星に立った、その話が面白いから実態として少し聞かせてください。昔のことあったねというかね、うん、まあ要するにおまわりのただ乗り側は常習化してたわけですよ ね、 あ、警察署を見せれば我々がただで乗せると、スーッと入るときに手帳を見せて入るの、それからふっとこういう感じで手帳を見せて入るんですけども、うん、まあ、要するに女を連れてきたんですよ。なるほど、ああ、そう聞いたな、はいはい。それで結果的に、うん、手帳を見せて降りてきたから、うんうん、後ろの人はお客さんならお金いただきますよって言ったら、うん、その手帳を見せたおまわりがね、金を叩きつけて出てきましたけどね、うんうん、だからバーッとその辺に散らばっちゃったの、拾いに行かなきゃならないけども、うん、そういうのもいたということね。はあ、態度悪い、ね、だからね、うん、彼女なら彼女らしくね、いや連行犯人逮捕してるんですって言って連れてきゃいいのにね、言い方一つだよね、うん、痴漢、ね、女の痴漢かなーなんて思うかもしれないけどね可愛くない ね、 ね、そういうの可愛くない、ね、どうもお世話です、あ、どうとか ね、 ね、ちょっと公務中でとか一言言えばね、あ、どうもご苦労さんってこうなるじゃないですか。当たり前にね、彼女まで連れ歩くんだったら、はっきり言ってこれはもう本末転倒だから、ああ、そう、ちょっと、いや、関係者ですからとか、ちょっと事件の方とこう一言言えばね、あ、そうですか、万引きを今捕まえてきたんですか、そうそう、それはね、それ彼女はね、なんで私万引きするんだろう後で殴られる、そのおまわりが、まあまあもう、ね、彼氏が殴られるのは、まあ、目に見えて明らかでそういう場合にあなたがこうチェックをしたするそう助役というか監督者はどういう態度なり答えをしますか。普通度量があればそれでどうってことないんですけども、うん、まあ、要するにアホはいっぱいいるということで、なるほど、ね、はいはい、おまわりもアホなら駅のやつもアホだったと、ただそれだけでいやいや、そういう職場というか社会で生きていくのは大変だよね。大変ですね、さっき見てね、うん、でもそれのおかげで今の私ができちゃったもんで、ね、そう思えばね反面教師がいっぱいあるからこそね、あったね、ということで、とっても面白い話が本当ちょっと聞こうと思ったことが非常に長くと楽しかったです。